皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日はハイキューの7話でございます。 It's time for 勝負の続きだ。どうなるのでしょうか。まだ2セット目でしたっけ。いや違うわ、2セットは俺たちが勝ったちゅうことなんで3セットだ。どうなるのか見てこう。スタート。カラスの音、青葉城塞。戻ったのか、及川。そうだった、及川でレベルがさらに上がった。バッチリです、バッチッス。軽い捻挫でしたしね。まったく、この声優も結構聞くよね。向こうには影山出せなんて言っといて、こっちは正セッターじゃないなんて頭上がらんだろうが。すいません、セッターだったんや。ああ、これファンクラブ設定か。影山くん、あのヤサ男誰ですか。僕とても不愉快です。あれが正常の首相だ。ああ、キャプテンなんや。超攻撃的セッターで、攻撃もチームでトップクラスだと思います。影山がここまで言う選手。あとすごく性格が悪い。お前が言うほどに。月島以上かも。それはやば。月島やばい。お前の知り合いってことは北川大地のやつかよ。はい。中学の先輩です。おお、先輩か。大王様。大王様。やっほー、トビオちゃん、久しぶり。トビオちゃん。え、影山の下名前ってトビオだったっけ。影山に下名前があるなんて初めて知った。なんとなくもう影山で終わりかと思ったんだけど、そりゃそうか、下名前があってもおかしくないよね。本気じゃねえから。 Oh come on come on come on, do it together。 いつだって誰だってそこに立ちたくて、間違って怒ったって、お、来た、お、来た、ナイスレシーブ、影山サーブ、イエス。強くなりたくて、意地張って、立ち立って、もういっぺんやってみる。可愛いマネージャーの元でジャンプさせてもらおうぜ、この野郎。イエーイエー、ウウウウ。さあ飛び込もうよ。トビオちゃん久しぶり。おがったね。元気に王様やってる。俺サーブとブロックはあの人を見て覚えました。じゃあ実力は相当です。殺人、やばいね。けど今は試合に集中しろ。スーパーサーバー持ってるんだね。およ、田中さん威嚇やめて。とにかくお前はアップ取ってこい。いつもより念入りにだぞ。はーい。なんだ、めっちゃ女子に好かれてんな。ねえ、及川さんまだ出ないのかな。なんかウォーミングアップしないと伸ばしちゃうんだから。それだけはダメ。もう及川先輩。おお、入った入った。カラスのラストポイント。ここで及川が入って追い返すのか。お、いい。ピンチじゃないですか。アップはバッチリです。ポイ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 、入るぞ。こっからは本当の勝負か。ピンチサーバー怖っ。だよね。まさか後ろに、後ろにあいついないか。
後ろに日向がいないか。危ないぞ。お、月島。おー、す、月島でもやられちゃうのか。弱点だよね。いやー、もう弱点が分かればもう終わりだよ。無理やな、こいつらは。それ取れなかったらもう試合は始まんね。もうラッキー、ラッキーレシーブでも何でもいいから。内側全員同盟だ。あと2ポイント。レシーブが得意なキャプテン君が守備範囲を広げる。でもさ、一人で全部守れないよ。いい、ツッキー。すげえ。おお、わかった。ビューティフル。セットいけるかそれ。ちょっと取りやすすぎたかな。でもこっちのチャンスボールなんだよね。くそ、あっち側に飛んだのか。きっちり決めなよお前ら。オーライ。まずいな、今はブロックに一番高さがない。確かし、そうやそうや、今アタッカーが強い。完全にブロック振り切る。おー、届くのか。おー、ナイスタッチポイント。なんだ？一瞬、ほんの少しでも遅れれば、もうこいつには追いつけない。追いつけるの。俺のセットだけだ。いけるかこれ。でもいた。キャプテン、ダウン。キャプテンやられちゃいましたね。えぐ。って感じだね。まるでライトニングボーイ。ふう、やばかったな。盛り上がるな。俺もなかなか。よくやったぞみんな。僕はまだバレーボールに関して素人だけど、何かすごいことが起こってるんだってことは分かったよ。新年度になってすごい1年生が入ってきて、初めは一筋縄ではいかなくて、だけど、はい、今日分かった気がする。バラバラだったらなんてことない。一人が出会うことで化学変化を起こす。待って、今この瞬間もどこかで世界を変えるような出会いが生まれていて、この声優なんでメキシコシティだよ。地球の裏側かもしれない。もしかしたら渋谷、東の小さな島国、北の片田舎。何の話してんだよお前。ごく普通のバレーボール部かもしれない。とりあえず後藤先生じゃないですか。トロファルガーロー。なんかないけど、信じないよりはずっといい。きっとこれから君らは強くなるんだな。気のせいか。エンジェルビーツの大人しい。ちょっとポエミだった。聞いた。ちょっとやりすぎたよね。あざす。はい。ちょっとやりすぎたよね。
いやー負けたなー。俺たちはもうあいつには限界なんです。いくら個人の攻撃力が高くても明らかにチームの足を引っ張ってます。正直いない方が助かる。それで下げたんだろう。あ、はい、最高にぶっ倒したい。それ使うのか。だから謝んな。仲直りなんかしねえ。別にもともと仲良くねえしな。何でもおうって。次は絶対に勝つんだね。はーい、頑張って弱者め。次もなんか因縁的なあれだ。入ってっちゃいけない空気だ。いやもう入ったよ。次戦う時も勝つのは俺たちだ、うん、時もって言ってるからな。一回勝ってんだよ。図に乗るんじゃねえよ金田一野郎。あいつ俺たちって言ったよ。いつも俺が俺だって一人で戦ってるみたいな言い方してたくせに。ま、頑張れよ。まあまあまあ。武田先生は言ってくれたけど、正直、及川のいる正常と真っ向勝負で戦って勝つためには、まだ決定的に足りないものがある。そうだよね、及川さん。ちゃんと分かって。あんな簡単にいかないんだよね、最初から。こいつら可愛いじゃん。ちっちゃい君、最後のワンタッチとブロードすごかったね。ブロードって初めて聞いた。最初から全力でやろう。まだセットアップは見せてなかったし。せやな。あ、そうそう、もちろんサーブも磨いておくからね。次本当ならあのサーブが最初から炸裂するんだ。君らの攻撃は確かにすごかった。でもディフェンスだしダメやな。強烈はサーブってくるやつは何も俺だけじゃないしね。インハイ予選はもうすぐだ。ちゃんと生き残ってよ。俺はこのクソ可愛い後輩を公式戦で同じセッターとして先生堂々叩き潰したいんだから。まあいいんじゃないか。もうレシーブなら特訓する。おい話せ。レシーブは一朝一夕で上達するもん。うん、めっちゃ時間はかかるけど、そりゃ。何、キャプテン君、何かで因縁あるか。どうするのか楽しみにしてる。気にしないでください。あの人、時間ってあんまりないんか。もうみんな盛り上がってるでしょ。確かに、インターハイ予選まで時間はない。けど、そろそろ戻ってくる頃なんだ。デストレーニングしないといけないな。カラスの守護神。金髪のセットやってる人 OP でかな。守護神、そのやつがいたっけ。実はここにも隠れたエースがあったんですよとか。あらら、影山なんかすごくなってたな。ああ、絡まってた天才が才能の行き場を見つけちゃったんだから、もう凡人にはかなわないんじゃない。お前でもかなわないのかよ。私凡ん、トス回しで飛び降り叶うやつ県内にいないんじゃない。ブロックもスパイクも負けないけどね。あい、なんかボスも負けないって言えよ。そういか、セッターだろうが。だってだってこいつらもあれでしょ、怖い先輩、元の学校で公式戦でカラスのと当たったら
チームめっちゃくちゃに乱してまともにトス回しする機会なんか与えずに一人だけ上手くたって勝てないんだよ。ドンマイって言いたい言いたい。わかる。だって天才とかムカつくじゃん。俺は女にキャーキャー言われてるやつの方がムカつく。わかる。でも見たことないけどね、キャーキャーされるところ。それアニメの話だけじゃない？お疲れさん。お疲れ様。僕びっくりしたよ。あの青葉城西高校に勝っちゃうんだから。まだ足りないんです。今日向と影山が機能してるおかげでなんとか攻撃が決まってますが。いや田中も頑張っとるぞ。今日みたいにレシーブ崩されたりしたらなすすべがなくなります。それにそういう状況になった時、俺がっていうかさ、試合が終わって。練習してたんかい。先生が力不足とかじゃなくてですね。分かってる分かってる。指導者の方は僕に任せてくれ。当てはあるんだ。お、当てがいるのだ。何度かお願いしてて、まだ了解。フットアブ、待って。フットアブってね書いてるから。じゃああと僕を任せていいかな。ひょっとしたらリトルジャイアント？違うわ。分かんねえ。壊れてんな。危ないから捨てちゃってもいいですか？あ、いいんだ、それはいいんだ。直せばまた使えるだろう。直せるんか、それ。何か意味あるやつだと思うんだけどね。お疲れさー。しゃー。だって秘密のエースが持ってくるでしょ。あ、これだ。フットオブなんちゃら。この人かコーチは。あ、ありがとう。ぐんぐんバー、あなたがコーチになるのか。はい、坂の下商店。またあんたかよ。坂の下商店。ですね。影山と同じ中学の先輩。あれ？っていうか、影山ってなんでカラスノにいるんだっけ？落ちたっぽい。県内一の強豪つったら、やっぱ白鳥沢だろ。白鳥？白鳥沢っつ、県ではダントツ。全国でも必ず八強には食い込む強豪校。ほう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 。落ちました、白鳥沢。落ちた。白鳥沢から推薦来なかったし。一般で受けて落ちました。試験の意味不明でした。あそこは普通に入ろうとしたら超難関だもんな。なるほどね。王様勉強は大したことないんだ。じゃあお前らはもうこっくり来てるじゃん。なんでカラスの？まさかお前も小さな巨人に憧れて。適当に入った。鵜飼監督が戻ってくるって聞いたから。鵜飼監督。無名だったカラスの春高の全国大会まで導いた名将。カラスノの鵜飼って名前がもう有名だったよな。そうか。ああ、ちょっとなんかデビルバッツのことを思い出すような。すげえスパルタだったぞ。なんで羨ましそうなんだよ。鵜飼監督は本格的な復帰が決まってたんだけど倒れた。今のところ復帰の予定はないんだ。すまん。けど別にどの学校に入ったって戦う相手は同じ高校生だね。ぶっ飛ばせばいいんだよ。カッコつけて言っても無駄だ。違いますよ。何個もつけてません。実際に今日4強に勝ったじゃないですか。まあな、あの正常に2対1。俺もフリーで決められたし、日向のおとりのおかげだな。あ、あざーす。いけたな。にはどうだったよ。デビュー戦は。まあ、こっちもこっちでさ。1セット目では彼使えなかったし、すごい荷物あったし。1セット目盛大にやらかしたけどね。せやせや。同じぐらい失点もしてんだから満足すんなよ。なんでそういうこと言うんだよ。いいんじゃないか。俺たちにはまだいろいろ足りてなくて、
今日の勝利もギリギリだった。てか勝てるはずじゃなかったしね。勝ったところで喜べ。今のカラスノには根本的にメンバーが足りてないんだよ。そうですよね。守備の要のリベロ。それと別に必要わけじゃないけど。3枚ブロックと勝負できるエーススパイカー。エースなら俺が。もっと背高いやつがいるんだよ。守護神が戻ってくるって言ってましたよね。うちは強豪じゃないけど特別弱くもない。今までだって優秀な人材はいたはずなのに、その力をちゃんとつなげてなかった。なる？でもまたみんなが揃って、そこに1年生の新戦力も加わって、その戦力つなげるのか。夏のインターハイ、全国がただの遠くの目標じゃなく現実につかめるものに。全国が夢じゃないってやつか。甲子園行きましょうや。聞いたことあるけど、そのこれから戻ってくる人は今までどうしてたんですか。サッカー部に入ってたとか。1週間の自宅謹慎と約1ヶ月の部活禁止だったんだ。ああ、モップ壊したから。ちげえよ、あれはな、ちょっと暑すぎるだけなんだよ。いいやつなんだよマジで。田中さんに暑すぎるって言われるとか。どんだけだ。それにあいつはな、カラスノで唯一天才と呼べる選手だ。お、ま、今はクソ生意気な影山が入ってきたから唯一じゃなくなったけどね。なんだ、天才が2人いるのか。そいつが戻ってきたら先輩って呼んでやれよ。ひなた、田中みたくバカ喜びすると思うから。バカとか、俺も先輩呼ばれたいの。どんな人かな。開いてくぞ。はい。あんま先輩って呼ばれたことないんだよね。いけー、当たるのか。おい、まあいいんじゃないか、レシーブの練習として。僕はひなたボケ。ドアホ。おー、いける。お、来た。お、パーフェクトにレシーブした。先輩、そこ？彼はリベロかな。バレバレボンバーバラ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 バンバラバラバラバンバラバラバラボンバド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 ンバ、はい、We're jumping。 バレーボールをやってるのさ、これからも全国大会、そんな夢じゃないよ。俺からバレ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 ボー、まだ見てないやつがいるんだよね、このポニーテール。学校で許されてんのか、その長さ。ジャパニーズスクール、そういうの、なんかな、長い髪の毛許されちゃうわけ。知らない。絶対無駄にできない。100回叶った夢。僕らのリベンジ飛んでるな。てか普通にみんな飛んでますね。やっぱりカラスだな。次回予告？ザキュッと、フォフォワッと。まあ伝わらなくもないんだけどさ、次回配球エースと呼ばれる人。あれ、もう一人でもいたよ。こうやってやっぱり髪の毛が長いやつ。皆さんご視聴ありがとうございました。ワクワクする配球は次にて続く。Until next time, goodbye. Okay.